今回はブレイクカフェの第2回目ということで、またちょっと息子を呼んでしまいました。で今日は、何を配信をするかというと、前回息子がジュノンボーイコンテストに今出てるんですよってお話をしたんですけれども、今、時が75位ベスト75で、今ベスト70、150、70、35、20と、段階を経て今ベスト20に選ばれて、10月の3日まで、今始まったところなんですけれども、10月の3日まででベスト10、要はファイナルのグランプリを決めていくところで今戦ってますね。はい、まあ、それで息子のインフォメーションというよりは、まあ、若者の夢について、まあ、もしくはそのトライしている今について少しお話を聞いていきたいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずベスト75とかベスト30、35か、この辺はどんな気持ちでいたの？どんな気持ち？ベスト70は行くだろうなとは思ってて、ベスト35ぐらいからはまあなんかちょっときつくなってきて、で、まあ、受かるかどうかなっていう、まあ、不安が大きかったかな。少し不安が出てきてね、でこの間ベスト20がねようやく決まって、で前の配信でも言ったんですけど、ジュノンとしてはインフルエンサー、いろんな人に影響力が出る人を選んでいくみたいなことがあるんですけど、まあ、投票が4種類あって、まあ、その中でちょっとゲーム感覚で課金をして、そこでこう投票もできたりするので、なんかこうただの人気投票とちょっと測れないところがあったりね。でベスト20決めるときは、最初2週間のうちの1週間はずっとこうね投票だけだったら1位、1週間もね、キープさせてもらって、本当の人気投票、その最初その、まあ、課金とかなくて、その人気投票の時は2週間中1週間と1日かな、はもうダントツで1位だったんですよ。もう2位から9位ぐらいまだみんな接戦みたいな、でもう2位と1位がめちゃくちゃ離れてるみたいなぐらいずっと1位だったんだけど、まあ、その後その、まあ、あれがあってまあ10、その時10位まで落ちちゃって、で7位まで頑張ったんだけど、その後もう1回あって11位まで落ちちゃって、もう1回ね課金の仕掛けが入ってきて、なかなか熾烈だね。そうです。でその時に1回こうめちゃくちゃこう落ち込んだよね。1回目の課金の時にグッとこう落ち込んで、ちょっとこう真っ青な顔して、それがもう半日ぐらいでうわーっと復活していったのをこうそばで見てたんだけど、自分としてはどんなこう気持ちがそこにあったんですか？どんな気持ち？まずこう落ちていく、なんでこう落ちちゃったんですかね。まあなんか応援してくれてる人って、まあ僕もまあ頑張らなきゃいけないし大変だけど、応援してくれてる人たちも僕に付き合って時間をね、作っていろいろとやらなきゃいけないから、投票は、だからなんかそうめちゃくちゃ頑張っ、みんなで頑張って、お互い頑張って、作り上げてきたものが一気に崩れちゃった感じがして、なんか悔しかった。あと申し訳なかった、すごい。その応援してくれてる人たちに、僕 の、 ファンの方は中高生が多いので、やっぱり結構けなげにみんな頑張ってくれてたんだけど、それが崩れちゃった感じがして。お金では対抗できないよね。そうだね。でそこから、まあ、半日ぐらいでものすごく大丈夫かなってちょっと思ってたんだけど、本当復活して、それはどんなこうマインドの変化があったんですか？とりあえずいろいろとメッセージが、その後配信があって、配信終わった後にメッセージがめちゃくちゃ来て、なんかずっとついてくよとか、なんか、順位変わっても1位だよみたいな私たちの中では1位だよみたいなメッセージが、いっぱい来て、でまあこの人たちに恩返しするには、とりあえずやり終えることかなっていう、途中で投げ出さないで最後までやり終えることかなって思って、吹っ切れてっていう、切り替えられたわけじゃないんですけど、吹っ切れて、とりあえず最後までやろうと思って、ずっと不安はあったんですけど、そのね、そのもともと1だったからいけんじゃねって思ってたけど、その後不安だったけど、
とりあえずやりきってって感じかな、うんうん、なるほどね。あのね、そのガックンとこう落ちたすぐ後に配信だったんだよね、うん、その時もねすっごい皆さん応援メッセージあったもんね、うんうん、まあ、私もこう配信、まあ、ちょっと傍らで聞ける時は聞いてるんですけど、本当にこう推しを投票するだけだけど、もう1時間2時間前からこう推しをポイント集めて準備して、そしてこうねポイント投げてくれるっていう感じだから、あの見てる側の方はものすごいやることがあるんですよね。だからそうやってね積み重ねてくれたのが一気にこうね崩れたのでね、うん、でもなんかこう傍らで見てると、まあそういうメディアっていうか雑誌ならではのそういう仕掛けがこうあったりとかで、若者には厳しいところもあるかもしれないんだけれども、でもなんか反対にそうやってあのファンっていうか応援してくださる方がこう団結したりとか、うん、あと自分の中でもこうメンタルがね一回こう落ちるんだけどまたそこを復活させるみたいな経験をするとか、一生こうマイナスに見えるようなこうチャレンジが与えられるんだけど、プラスこうサポートっていうのかな、支えてくれるものにこう気づくみたいな感じで、まあこちらから見てるこうバランスなんだろうななんて思ってたんだけど、そういう感じはまだ若者には分かんないかな、うん、まだ分かんない、いい経験、まあ、経験とはなった、うんうん、経験にはなったかなっていう感じ。そうだよね、あの、はい、久しぶりにこうジュノの雑誌をこう見せていただくと、まあ彼らのジュノンボーイコンテストがあるから買ってるんですけど、もう雑誌全体がねもうどのページ開けてもイケメンばっかりみたいな、うんうん、ってことは今コンテストの中の人たちとこう競い合ってるけど、実際のところはその雑誌全体を飾る方々が今度ライバルになっていくわけだからね、うん、なんかいいレッスンというか経験になるね。そうね、はい、であとそうね、今俳優になって、まあ、最初は、まあ、ジュノンっていうのは仮面ライダーとかなんとかレンジャーとかね、そういうところの登竜門、まあ、そういうこうステップに行きやすいというか、まあ、もしかしたらチャンスがあるかもしれないところでトライしてるわけだけど、なんかこう実際に少しこう動いてみて、こう俳優としてのこう夢、うんうん、こういう作品をさらにこうちょっと作ってみたくなったとか、なんかそういうのはより具体的になったみたいなのはありますか？具体的にはなってないけど、普通に前からもともと前の事務所にいて、ジュノン出る前に前の事務所にいて、うんまあ、お芝居のレッスンとかしてた時から、うんまあ、やっぱりまあコミカルなお芝居とシリアスなお芝居がまあ大体2つに分かれると思うんですけど、うんうん、そこだったらまあシリアスなお芝居の方が向いてるよって、うん、うまいよって言われたんです。そっちの方が、うん、なんていうの、芝居として見えるって言われたんですよ、うん、先が見えるっていう、うんうん、だから僕もちょっとそうやって自信を持ったところがあって、うん、でなんだっけ、シリアスなのっていうのはどういうものをシリアスっていう表現をしてるの？あの君の膵臓を食べたいとか、 あの頃君を追いかけたとか、うん、そういう、うん、ああいう映画のちょっとこうお芝居かな、涙とかなんかちょっと感動したりとか、うん、なんか心に残るとか、そういうのをシリアスっていう、うん、そうなの、うん、いいね、ずっとこう記憶に残るもんね。そう、うん、そういうの出たいんだ。そうだね、うん、お芝居で、まあ、感情が動く作品、うん、映画とかドラマだったら、うん、そういうのって後々絶対覚えてるんですよ、うんうん、僕もドラマとか映画とか、うん、めちゃくちゃ見るんですけど、やっぱり覚えてるものは覚えてるし、うん、覚えてないもの、まあ、ただ面白かったなっていう作品はもうめちゃくちゃあるんで、うんうん、まあ、その作品の差ですよね、うん、やっぱりちゃんと覚えててもらえる作品も作りたいし、うん、そういう作品も出ていきたい、うん、でそれやっぱその登竜門として、うん、今役者志望とか、うん、今役者やってるけど、全然オーディションとか行っても受からないとか、うん、やっぱり枠がねどんどん狭まってきて、それプラス去年、うん、今年で、まあ、コロナで、うん、どん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 僕も事務所にいて、うん、オーディションとか行ってたら分からないんですけど、うん、週に10本ぐらいあったオーディションが、うん、3ヶ月に1本とかになったんですよ、うん、オーディションの数自体がもう、うん、制作の人も新人の人をもう取るんじゃなくて、うん、とりあえずもう今出てる人を取って、うん、視聴率をもう維持しようっていう方に走っちゃってるから、うん、もう見てたら分かると思うんですけど、若手がもうほぼ出てないんですよ、うん、どのドラマにも映画にもね、うん、だからそのどうしようって思った時に、うん、やっぱりジュノンに出て仮面ライダー
になるのがやっぱり、うん、まあ、役所としてね、登竜門として一番伸びやすいかなと思ったから、うん、やっぱり最初はね、あの仮面ライダーって作品出て、そこからはいろんな作品出ていきたいですね、うん、まあ、作品を作るのは楽しいよね、一つ、うん、そういうこと言ってたよね、うん、仕事として何かこう作品を作っていく、そこにこう惹かれるみたいなことをね、高校生の時言ってたよね、うんうんうん、ということで、ジュノンボーコンテストは10月3日までが投票日ということで、そこでベスト10が決まると、次はもうあのオープンで、今度雑誌投票とかショールームの生配信とかではなくて、一同が会場かなんかに置いて、実際にもそこで決まっていくんですよね。そう、確かそうだったと思う。ちょっと僕も詳しくは聞いてないので、うん、あれなんですけど、うん、そうですよね、はい、まあ、そこにあのそのステージに立てるように、うん、残りの日々ぜひ頑張ってください、はい、そして、まあ、私の友人知人もね、こういうおばちゃんたちもこう若者を応援してたりとかするんですけどね、まあ、彼だけじゃなくて参加している子たちはみんな本気でね今やってるよね、うん、だから、まあ、一応受かってほしいなと思いますけど、まあ、若者が本当に自分の夢に向かって進んでいく姿をぜひあの見ていただけたら、応援していただけたらと思います。はい、ということで、すいません、毎回あのブレイクカフェが息子で楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。